こんにちは、ゆうかりチャンネルです。寒い、2回寒いです。ですね、今日は、編んだものを紹介していきます。そう、まずね、のろけ糸のこのこれが四季で編んだ色番16番の靴下です。今ね、水通しも終わって乾きました。これね、8号針で編んで、目数を40目にしてます。で、20-20で甲側とか肩側と分けて編んでいきました。もうこれ外していいかな。まだちょっと残ってるけど、もう1足分はきついかな、厳しいかなって感じです。これめっちゃ可愛い。やっぱりさ、この色がね、いろんな色が出てくるのね。これすごい可愛いでしょ。ほら、まあ、太かったりね、細かったりはあるんだけど、でね、ここをさ、なんていうの、かかとのとこを滑り目表目のかかとに初めてしてみました。何がいいのかちょっとわかんないけど、ちょっと分厚くなるのかな、かかと破れやすいかなと思うので、こんな風に仕上げてみました。もうね、糸が太いからね、結構早く仕上がりますね。はい、こちらと、あとはこのクレヨン、福袋で入ってたクレヨンの糸でニット帽を編みました。なんかね、太めゴム編みにして干したら、なんかね、形がちょっとビヨンって歪んじゃったんだけど、こんな感じで、もう色はすっごく素敵ね。グラデーションがすごい可愛くて、まあ、これもいいかなと思います。こうやって折ってかぶってもいいように、ゴム編み部分はちょっと幅広に編みましたね。はい、はい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 、そんな感じ。作ったものはそんな感じかな。で、この帽子とかね、編みためているものを今ね、包装、ラッピング、こういったね、透明の袋に入れて、メッセージをつけて、まあ、こんな感じに、包装してます。で、1月の末ぐらいに、その愛さん、最初声をかけて、皆さんに声をかけていた愛さんの自身の復興プロジェクトみたいなものをされているので、そちらのね、愛さんの事務所の方に、住所をお聞きしてあるので送りたいと思います。はい、そして、そうね、ベルンドケストラーさんっているじゃないですか。で、その方も始めましたね。ちょっと こんな感じで手編み作品募集、手編みのマフラーや帽子を能登半島に送ろうというプロジェクトを立ち上げてますね。ケイト手芸コットン柳屋さんの社長さんが立ち上げてるのかな、これ。ちょっとあんまりわかんないんだけど、ベルンドケストラーさんのインスタをフォローしていたら、こういうのが入ってきたので、まあ、同じような、内容ですね。能登半島地震の被災されている方に直接手編みの作品をお届けしますってことで、詳しくはベルンドケストラーさんのインスタをフォローしてもらうと多分出てくると思います。はい、こんな感じで皆さんね、そっちの被災地の方に思いを寄せて、いろいろ
編んでくプロジェクトがあちこちで始まっているのかなと思います。でちょっと最近ずっとフリートークが多かったんですけども、ちょっとね試作したものをねお見せしますね。なんていうのかな、このリストウォーマーを編んでみました。こんな感じで、そう手首を温めて、なおかつちょっと燃え袖みたいな感じでチラッとこういう服の下にはめると、この可愛いお花柄が出るようにちょっと試作してます。もう多分これで完成形になると思いますけども、これを今度ねやっていきたいと思います。サイズはだいたい12センチくらいかな。で横が9センチです。ね、かわいいでしょ、これ。2つ編んだら。だんだんね、春に向かって暖かくなってくるんだけど、ちょっとね、手首の辺にこういうものがあると暖かいかなと思って、ちょっと作ってみました。編みたいよーって思ってくれた方、コメントいただけると嬉しいです。励みになります。もう何回もほどいたね、これ。何回もほどいて模様を作り直して、どうしようかな、もうちょっとフリットした方がいいかなとか考えて編んでます。これね、ダイソーさんのリサイクルポリエステルヤンで編んだんですけど、何でもいいけど、アイブトぐらいの糸で、5号針で編んでいきたいと思うので、こんな感じ。かわいいでしょ。またこれ、次回、動画上げていきたいと思います。でさ、リッケさ、使おうと思ってて使ってなくて、はめ方がいまいちわからないリッケと、そうだ、40センチ輪針ないと思ってたけど買ったじゃんと思ってさ、だってさ、これ説明こんだけだよ。どうやってつけるんだ。 US7 US5 4ってこんなもん、40か。つけるってこと？くるくるって、そんな難しくないね、確かに。で、これなんだ。キーを入れて回すって書いてある。キーを入れて回す。これのこと？ここに入れて、はい、どういうこと？合ってる？これ入れて回せばいいの？ってことか。はい、片方つきました。手だけじゃダメなのかね。手だけだと緩んじゃう感じですかね。ほいっと。こんなんでいいの？なんか硬くなってる感じしないけど。ほい、できたよ。で、手でも取れるの？あ、そっか、やっぱり硬く締めたらこれ使わないと取れないんだね。なるほどね。今日は娘の専門学校の説明会に行ってきたので、なんだか忙しい一日でした。もうだから夜は簡単に鍋にしてご飯を済ませました。これ説明書わかる？これ説明書よ。これこの丸いのは何なんだ？ストッパーってことか。
休ませておくためのストッパーかな。はい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 。ね、なかなか使おうと思ってももったいなくて使えないけど、使わないともったいない。こんな感じで、でもクレヨンで何個か玉使って編んだし、この色でもね毛糸で編んだし、これ可愛いよ本当に。でも残った糸がもったいないから、それこそアームウォーマーとか編んでもいいかな。でもやっぱりね、こういろんな糸で編むんだけど、やっぱこういったね、あの細い糸で編みたくなる靴下とか、でぽっちゃりくんのこれも出してきて、インスピレーションこれでね、なんか春っぽいから色がちょっと太めだし、こんな柄になるんだけど、あの何、手首足首温めるようなもの編みたいなって思ってます。でこれも使いたいの早く、このレラーナのジュビリーで、そうそう、クブロッカーをさ取りに行ったのにもらってくるの忘れて、今日紹介したかったんだけど、また次回になります。そうね、そう、素敵にハンドメイドも見に行ったんだけど、いつも21日発売で土日に当たると早く販売されるって言ってたから見に行って、そうイオンのなんていうのかな、スーパーの中のこの冊子が挿してあるところに見に行ったら売ってたんだけど、全部ねテープが止まってて、こう輪にしてさこっそり見てきたんだけど、ちょっとあんまり見えなくて、次回の予告みたいなのも見たんだけど、あんまりね編み物の内容が載ってなかった気がして、今回ね買ってくるのやめちゃいました。そしてそう、次回の予告見たんだけど、そこも載ってなかった気がする。うん、だから今回ね買わなかったし、もしかして来月も買わないかもしれないです。もうちょっとね編めるものを編みためて、1月はその送る方にね集中したいので、そっちを帽子などね編み上げて発送したいと思います。でも柳屋さんっていう手芸屋さんもそういうプロジェクトを始めたんですね。なんか賛否両論あるけど、まあできることを個人でやりながらね、日々の生活も大切にしながらやっていきたいと思います。はい、では今日はね短いですが、編んだものの紹介と、そうそう、次回のね、次回編むものこちらを編んでいくので、お楽しみにしていてください。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆかりチャンネルでした。バイちゃん。